ハッシュドポテトはマックの味だよね。マカロニサラダ。マカロニサラダ。サミットライフ、都会のスーパーエゴ。すくっておいしいサイベリアン。ピザを待ってる間にね、はい、いくつか企画を用意しました。よっと、カイムタゲー。即興替え歌、即興替え歌ゲーム、はいはいはい、ジャガー。ここ来てまた彼はいいね。足が速くて怖いんだね。ジャガーと横田は関係ない。あ、夫は医者だよね。そうだね。事前に僕が音源を用意しましたので、その音源で替え歌をしていただきます。はい、なかなか難しいんですよ。マジで知ってます。知ってます。見ました。あ、見ました、はい、ありがとうございます。これさっちゃんです。こんなやったっけ。あ、さっちゃん。じゃ早くない？で、この音源でじゃあ食べ物でいきましょう。わー、出た。やばいな、むずいな。じゃあまず本日の主役の久保ちゃんから。あー、お願いします。28になったということで、ここで証明してあげましょう。はい、チーズバースト。チーズバースト。はい、いきます。チーズ。わ、チーズ。チーズはね、甘やとしょっぱさを兼ね備えてる。だけどちっちゃいから食べ応えがないって言うんだよ。悲しいね、チーズ。悲しくなってんじゃん。チーズで悲しくなってんじゃん。いい思い一つもない。すごいすごい。じゃあ川島くん次行きますか。やばいって。助け、行け。じゃあ川島くんのチャレンジ行きます。やばいって。ちょっと待ってな。はい、テンパってる。コードね、ほんと苦手やね。あ、考えすぎたから、もうすぐ行こう、はい、考えたからね、これ。そうだね、そう。いきます。ピーマン。ピーマンはね、苦いって言われるけどね、だけど実際はとても栄養があって美味しいんだよ。食べようね、ピーマン。すごい。食べようね、ピーマン。おー、ピーマン農家の人。食べようね、ピーマン。どうぞピーマンをお食べください。はい、今そうさん。はいはい、じゃあ、こうちゃんお題出してください。あ、え、いいんですか。いきますよ、流しますよ。はい。ピザ。ビン、ピザ。チーズが乗ってて美味しいね。だけど僕はね、肉のところが一番好き。タバスコをかけていただきます。字余りがすごい。最初何つったの。ベンピーザ。ベンポヨン。さっきね、まあ、徐々に。あ、来た。あった。それではいきます。大きな木の下で。違います。大きな国の木の下です。木やったら何でもいいわけじゃないんですよ。これで登録してたか。音流しますね。はい、お願いします。それでは準備はいいですか。まず最初に川島くんからいきたいと思います。最高、川島ポンポン。イジットダンス。いきます。マカロニサラダ。マカロニサラダ。いろんな野菜が入ってて、とっても栄養あるんだよ。さあさあ皆さん食べましょう。なんでいつも売る側に回るの。いやでもすごい、あのギリギリマカロニサラダ。ギュ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 。俺も大変だったわ。ちょっと一回俺やっていい。あ、やってよ。いいじゃん、いいじゃん。見してもらおう。じゃあお題は、たつきやり返したりよ。お題出したり。俺が出すの？お題なんでもいい。スタート。ハッシュドポテト。ハッシュドポテトはマックの味だよね。90円で朝マックが食べられる。
アッシュのポテトでハッシュタグ、みんな SNS のツイートでハッシュタグハッシュポテト。俺うまくね、うまくね、うまいのか、うまいよ、すげえやばい、なんかもうラッパーだったもん。会場盛り上がってる。やっつけやろう、やっつけ、もう一回。何が来るかな。やべえ、今みたいなパンチライン出せねえよ、俺には。いきます。ポテト、ポテトはホクホク美味しいね。農業さんの顔が浮かんできたなら食べましょう。サミットライフ、都会のスーパーエゴ。ブラボースーパーエゴ。最後、久保ちゃんに締めてもらおうかな。そうですね、やつくん、俺オッケーますよ。はい、かかってください。ミートドリア、サイゼの中で一番安いミートドリア、なんと350円、安くて美味しいサイゼリア。困った時にはサイゼリアへ。こむずいって。なんでちょっと音ずらしでおしゃれにしてくの。勝手に編曲すんなって。勝手にじゃあ面白いんだよ。サイゼリア。大癖、場所が分かる。ちょっと閉まんないな。ラストもう一回やりましょうか。もうそうですね。ラストさっちゃんで。はい、それではいきます。タピオカ、タピオカはね、あの人が出していたやつね。だけど問題だって、なかなかタピオカって話はできなくなったのね。タピオカらしいね、フジモン。俺らはできんのよ。わかんないよ。